ゆいちゃん、ただいま。パパ、ママ、お帰りなさいです。今回も無事に帰ってきてくれて本当に良かったです。だいぶお疲れみたいですね。今日はこのままここで休みますか？わかりました。ゆっくり休んでください。はあ、今日はもうヘトヘトだよ。キリト君、ねえ、ちょっとこっち来てみて。ぎゅー。キリト君赤くなっちゃってる。ねえ、今日はキリト君に甘えさせてほしいな。ね、キリト君。現実世界に戻ったらいつでも子供が作れるように。ちょっとゆいちゃん、そんな大声で子供を作る言わないで。う、確かにその通りかも。え、誤解ってどういうことなんですか？ゆいちゃん、ごめんね。実はキスで子供を作るって話、あれ間違ってるの。そうだったんですか？ママ、どうしてそんなことを。でも嘘というわけじゃないんだよ。キスもその子作りに含まれているというか、なんというか、そのはっきり言うと説明するのが恥ずかしいことだからです。子供作りが恥ずかしいことなんですか？でも生物的には種をつなぐ上でとても大事なことだと思いますけど。人間って難しいんですね。それで結局のところ、子供ってどうすれば作れるのか教えてくれないんですか？キリト君ずるい。なんていうか。そうだ、ゆいちゃんにはまだ早い。だから知らなくていいの。子供だと教え、社会的、あるいは責任能力的な問題ですか。なるほど、それなら理解できます。それにゆいはまだパパとママの子供でいたいから聞かないでおきますね。うんうん、それがいい。